こたびの件を解決したあなたは、その充足感と喜びに満たされているのかしら。安心して。危害は加えないわ。というより、私はただ偶然、この海域を通った小鳥。今は遠い場所から、あなたを見ているの。たまたま、ここには私と関係する力があった。それが気になって、浜辺に降り立ち、島の一切を伺っていたの。本当に面白かったわ。公務で忙しくとも、海島に来た人は、みんな心の底から笑顔になっていた。そして、後から来たあなたたちも言うまでもなく、輝かしい無境と美しい意志をもたらしてくれた。あなたたちの玄武は、まるで海面上の泡のように、透き通っていて儚い。心を打つ宝永であればあるほど、私は目を奪われてしまう。私は遠出することができないの。あなたたちのような自由な人がとても羨ましい。だから、ちょっとした仕掛けを施したの。気に入ってくれたら嬉しいわ。言ったはず。私に目的はない。私は、ただの小鳥に過ぎない。ここに残っているのも、あなたたちの喜怒哀楽を鑑賞するため。あなたは特別な人よ。異なる色彩を放っている。とても気になったから、こんな方法で、あなたとコミュニケーションをとっているの。私の名前は気にしないで。おそらく将来、他の場所で、いつか会えるかもしれないから。その時が来たら、きっとあなたも、私のことを知るはずよ。